何でも今日はディレクターが美味しいおやつを用意してくれたそうなので、早速見てみたいと思います。やっぱね、釣りやってお腹空きましたからね。何でしょうね。これは人間のおやつ？釣り餌とかじゃなくて？サソリ？サソリ？サソリとコオロギかな？と羽の生えた虫。昆虫食って書いてある。昆虫食サソリ、昆虫食コオロギミックス、昆虫食羽シロアリ。ああ、これ今日のおやつ。まあでも貴重なタンパク源だとは聞きますけれども。わかりました。そうですか。じゃあまあね、本当にあのサバイバルで虫食えたら強いなっていうのはありますけれども、何からいきましょうかね。コオロギはまあいけそうな気はしますね。開けていいですか。じゃあ黙々タイムに入りたいと思います。まずはですね、コオロギミックスから。フタホシコオロギとヨーロッパイエコオロギとジャマイカンコオロギと塩、とても多国籍なコオロギミックスとなっております。おー、はいはいはい。あのね、昆虫は甲殻類、エビ、カニなどと非常に近い生物です。アレルギーをお持ちの方が食べないよう十分ご注意ください。小林はアレルギーありません。すごいね。でも確かに乾燥したエビに近いものがいっぱい出しちゃった。こんなに食べる気なかったのにいっぱい出しちゃった。はい、それではですね、早速食べてみようと思います。もうこれがどれがどれコオロギとかはちょっとわからないですけど、いただきます。ちょっとちっちゃいのから。もう干しエビとかなり変わらないですね。かなり確かに近いです。カニとかエビとかにもう、あ、うまい、うまいね、これ。へえ、気持ちもすごいする。あ、うまいわこれ。コオロギミックスね、うまい。じゃあ次はアーマーテイルスコーピオン、塩、タイですね。原産国タイ。こちらもね、やっぱりカニ、エビカニアレルギーの人はダメみたいです。お、すごい。さらに厳重にもう一個梱包がしてあります。2匹、ちっちゃいのが2匹。ちっちゃいっつってもね、サソリ、サソリですよ。これは貴重、貴重だな。でもサソリって高いよね。本体と、さすがに毒はないでしょう。おお、尻尾。じゃあ本体からいってみたいと思います。コオロギよりまろやか、大きいからかな。で、これ今度は尻尾。うん、まあ、
味がコオロギよりもしかしたら薄いかもしれないです。塩味かな。いや全然いけますね。なんだろう、もうナッツ系でこれに近いのあんじゃないかなって。で最後は、羽シロアリと塩、こちらもアレルギーをお持ちの方は注意してください。ちょっとねなんか羽アリは小林的には抵抗あるんですけどね。どうでしょう。あ、これもさらにちょっとウェッティなことはねえか。なんかコーヒー豆みたいですね。コーヒー豆というか、はい、それでは開けてみたいと思います。すごいね、梱包が丁寧ですよ。香りはそこまでないです。なんだろう、でもなんかどっかで嗅いだことあるような。あ、うん、一番ちっちゃいですね、3種類の中で。いや、ちょっと行ってみたいと思います。なん？香ばしい。なんかどっかで食ったことありそうな味だな。なんだろう、でもなんかものすごい馴染みのある味ですね。はい、まあぶっちゃけどれもそんなに似たような味っちゃ似たような味なんですけど、大きく言ったらあんま変わんないです、うん、でもこの3つの中で持って帰ったらって言われて持って帰るのは多分コオロギですね。なんかイメージの問題なのかな、うん、でもこれが一番、コオロギがやっぱり一番中でも食べやすかったかなと思います。金額教えてもらったんですけど、結構高級食材ですで炒め物なんかに入れたら普通にうまいだろうなっていう、うん、感じはしましたね。だってね、大体これ一袋1500円前後ですよね。イナゴ食べれる人だったら全然いけると思います。なので、ちょっと調べて、もしよかったら、買ってみてください。以上、はい、マーゴン外遊び、楽しんでご覧いただいているでしょうか。これからですね、今日ね、焚き付けの時に使った、まあ、説明してないんですけど、チャークロスっていう、これが真っ黒になったチャークロスっていうのをですね、せっかく火があるので作りたいと思います。このこういう缶と、あとこれ麺 100% の、麺ですねって言ったっけ、 100% の麺、で、作ることができます。でこれなんですけど、これ内側樹脂があるので、これ外します。これ溶けちゃうからね、溶けちゃって混ざっちゃうから、これをおのおの、これね、ぐーって見えっかな、あ、取れなかった、ぐーって入れてベロンってこう簡単に取れますからね、こう取れますから、これ外す。これよいしょ、でちょっと形がで、あ、先に綿入れしていくか、ね、
でこれ私じゃない、綿、綿の布を入れます。入れたら蓋をして、でここに穴を開けます。はい、ちっちゃい穴、ちっちゃい穴を入れて、これをこの中に投入するだけです。はい、いってらっしゃい。でね、これが開けた穴からね煙が出てくるんですけど、その煙が出なくなったら完成です。それまで、しばらく待ちます。はい、そしたらですね煙が出なくなりましたので取り出しました。熱そうだな。開けてみたいと思います。開かない。ちょっと置きましょうかちょっと置いときます。開かない。ちょっと蓋が開きそうにないんですけど、下がもう割れかけてたので、ここからちょっと中を覗いてみたいと思います。で、よいしょ。どうかな。これは完成しました。中にまだいっぱい入ってる。まだ出てきます。お、よくできたんじゃないですかね。完璧ですね。いや、こうね、火当てすぎると燃えちゃうんですよね。このトングで掴んだ感じも、あっという間にできましたね。チャークロスの作り方講座でございました。はい、それでは説明しよう。チャークロス、このチャークロスっていうのはですね、炭化した布でございます。何かっていうと燃えやすい。なので最初に火つける時に北地に使います。でちょっと試しに燃やしてみたいと思います。でこうなった状態でこう消えないですよね。でこれで周りにね、燃えやすいものとか置いとくと火がつきやすい